飛ば水族館飛ば水族館は三重県飛ば市に本拠地を置く日本屈指の規模を誇る水族館である。2019年11月時点の展示生物は約1200種で日本国内では最大である。自然の環境を再現したゾーンが12あり、約1200種類の海や川の生き物が飼育、展示されている。通路は観覧順序をなくした自由通路となっており、 通路全長は約1 5トルである。2013年の入場者数は94万7753人である。入館者の8割を大人が占めるという特徴を有し、出日合計な水族館と評される。1955年に開館した市営の水族館であり、2015年には累計入場者数が6000万人を超えた。 三重県総合博物館とは密接な協力関係にある。開館の契機となったのは、三木本魔樹島を訪れる観光客が船で新珠島に渡る際、対岸の丸光水産の池巣が見え、帰りにそれを見学に来たことによる。これを受けて、水族館開設が立案され、ちょうど蕎麦が海洋観光都市をキャッチフレーズに姿勢を施行した都市であり、初代市長、 中村幸吉と丸幸い水産社長も親しい間柄であったことから計画は順調に進み、1955年5月15日に合資会社丸幸い商店が日本で26番目の水族館としてオープンさせた。当時の入場料は20円で、専属の職員は5名だったが、丸幸水産の社員も運営に借り出されたという。 最初の水族館は200坪の池を4つに区切り、ペンギンアシカ大破町などを放流した手作りの水族館でガイドがいることを売りにしていた。1956年には株式会社鳥羽水族館となった。1958年1月31日に博物館法上の私立博物館に指定された。当初は現在地より西寄りにあったが手狭になったため、 新興電気級と馬工場用地だった現在地を譲り受け1990年7月2日に第1期部分が竣工し移転した。体制建設が設計、管理し、1994年4月10日に全館が開館した。1996年4月1日には公式サイトを立ち上げ、ネット通販も開始した。オープンイン後、多くの家族連れらが訪れ、 通算6000万人を超える全国第2位の入館者数を誇っている。2009年8月3日には日本初となる入館者数累計5500万人を達成。開館55周年にあたる2010年3月8日には5555万55 555 55人に達し、開館60周年にあたる2015年4月2日には6000万人に達した。 絶滅の危機にある、気象海洋生物の保護、育成にも力を入れており、スナメリの赤ちゃんや、日本初のラッコ2世の誕生、ジュゴン飼育の世界記録1万1475日、オウムガイ飼育の世界記録も保持している。世界記録を更新していたオスのジュゴン、純一は2011年2月10日に、推定33歳で亡くなった。創設者で、 元館長の中村幸明は、現在、名誉館長。中村は、渋沢慶造から、良い水族館に育て、利益が上がったら学術研究、社会教育に還元しなさいと言われ、この言葉を胸に刻み上述の通り実現している。アフリカマナティ日本で唯一飼育されているジュゴンの、セレナ鳥羽水族館の大王不足虫鳥羽水族館で2007年9月から、 飼育されているダイオウグソクムシの一個体は2009年1月2日に餌を食べて以来月一度の餌やりにも反応せず2014年1月に絶食から6年目に達し話題となったももと飢餓に強いダイオウグソクムシであるがここまで長い期間絶食した例はなくニコニコ生放送では絶食状態のダイオウグソクムシの様子を長時間配信する企画を行い 思わぬ人気を博した。しかし、2014年2月14日午後5時ごろ、飼育員がバレンタインデーに合わせた餌やりに来たところ、1号タンの死亡が確認された。死因は不明で、絶食期間は1869日間に及んだ。今後、冷凍保存される予定である。2月18日にはニコニコ生放送で、秘宝大王具足虫1号タン追悼番組が、 配信され、一時飛ば水族館のサーバーがダウン、するほどのアクセスが集中した。また、上述の1号タンとは別の個体が2013年6月3日に死亡した際も、同年6月13日に追悼放送がなされている。2014年7月には、ドアンゴからダイオーグソクムシの巨大模型が寄贈され、ダイオーグソクムシが展示されている。 変な生き物研究所のコーナーに飾られている。2016年2月12日、ナンバー5が脱皮をする過程を撮影、記録できた。この年の初めから殻が発火して兆候が見られていたが、12日、早朝から脱皮が始まっているのを確認し撮影、記録に成功した。脱皮は12日の14時頃には終わった。脱皮の過程を記録できた映像は少なくとも、 日本国内では初、世界初の記録の可能性もある。2019年10月13日、世界5例目、国内で4例目となる、体の後半部の脱皮が確認され大きく報道されるが、12月10日に死亡が確認された。2020年5月には2年ぶりの改弁が報道された。鳥羽水族館では、大型水槽の中で水中入社式と呼ばれる。 入社式を毎年開催している。水族館の先輩職員の発案で始まり、2019年で13回目になる。2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行の流行の感染防止のため、観覧を新入社員の親族及び、一般客およそ30人に制限した。水中入社式は、ウェットスーツの上からスーツを着た新入社員が、 ボンベを背負い水中メガネと足ひれを装着して、水槽に入り、防水加工を施した事例を受け取り、初仕事として、水中で水槽のガラスを磨く、というものである。入社式の様子は、一般の来館者が観覧することができ、新入社員は来館者に向けて、水中で挨拶を行う。2013年の新入社員の一人は、式後に、 ウィキペディアに載っていないような情報を発信していきたいとコメントした。近鉄中の貿易方面から撮影注釈当時、三木本魔樹島には現在のようにパールブリッジがかけられていなかったため、飛ば本土から船で島へ渡っていた。出展。ありがとうございます。